皆さんこんにちは。お元気ですか？僕はすごい元気です。お久しぶりです。背番号16番最年長35歳阿部信之です。それとこんにちは、最年少18歳の小西奈です。昨日改めてリーグが延期することが決まりましたが、皆さん本当いかがお過ごしですか？今すごい大事なことがいっぱいあってね、はい、もちろん僕らは練習やって頑張るというのは一つなんですけども、それ以上に今は感染拡大を本当に防ぐっていうことを一生懸命取り組んでます。何が大事？まずは手洗いとうがい。小学校の頃からみんなちゃんとやってますよね、手洗いうがい。食事としっかり睡眠もとる、うん、これはみんなも絶対徹底してください。はい、できるだけ家に今いること。ああそうだね、難しいと思うんですよ、家にずっといるって。でもなんか今はね、本当何が一番最優先かって考えた時に、自分もそうだし近所、家族、市内、長野県がみんなチーム一つになって感染拡大を本当防いでいきましょう。俺はね、今思ってるのは現役やってることが本当当たり前じゃないっていうか、サッカーやれるの本当幸せだなって今思ってて、でなんかそれをみんなも一緒に思ってくれてて、早くスタジアムでとか練習もまた見たいとか、そういう風に思っていてくれたら本当嬉しいです。だから本当そうなるためにも一日も早く収束できるように、チームも今までは感染しないような動きっていうか、感染しないための動きからもう自分たちが もしかしたら持ってるんじゃないかっていう、その疑いから入ってそういう拡大させない、他に移させないっていうか行動に変えました。皆さんもぜひそういう少し意識のレベルを一つ上げて感染拡大を防いでいけたらなと思っています。今もこれ喋り終わったらすぐにマスクしますからね。どうですか、入団して4ヶ月目4ヶ月、まあ、やっと少しずつ慣れてきて、自分の良さっていうのも出せるようになってきたかなっていうふうに思います。良さっていうのじゃアピールしちゃおう、アピールタイム。良さ、自分の良さは俺は知ってるよ、お前の良さ。まあ攻撃の時にボールに常に関わり続けて、ゴール前言葉でうまく説明できてないんですけど、実はもうここまで のチーム立ち上げてきた某練習試合でものすごくいいアシストを決めてるんで、はい、皆さんぜひ楽しみにしてください、彼のプレーを。皆さんとね、また会える日を、ね、はい、楽しみに。俺たちはしっかりサッカー頑張りますし、皆さんもぜひ健康で、またお会いしましょう。本日はありがとうございました。また決めてる。